この番組はサイブガスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。2月3日節分っていうことでね、はい、まあちこちで豆がまかれるわ、黙って恵方巻き食べるわで世の中盛り上がっておりますけど、明日からは2月4日、まあ、立春ということで暦の上では春なんですけど、うん、ただまだまだ寒いじゃないですか、はい、やっぱりまだこの時期は温まる料理が食べたいなと思うんですけど、うん、今日はどんな料理を、かす汁なんていかがですかね。かす汁、はい、へえ。皆さんどうですか、この九州の方は。いや、私はあんまり馴染みがないんですよ。あ、というと甲さんは。僕はあの、まあ、関西出身なので、関西の冬はもうかす汁なんですよ。じゃあもう甲さんも子どもの頃から馴染みのある料理でもあるってことですね。もちろんでございますよ。じゃあその芯から温まれば、はい、かす汁作っていきますか。はい、今日作るのはかす汁鍋。酒粕と相性抜群の鮭や根菜をたっぷり使って簡単にできるレシピです。さあ今回はかす汁ということで、この酒粕を使っていくんですよね。はい、そもそもどういう時にこう出てくるものなんですかね、酒粕っていうのは。酒粕自体はお酒を作る工程ですね、うん、ちょっとアルコールが含まれてるわけなんですよ。あ、そっかそっか、まだ残ってるんですね。そうなんです。やっぱりこれも汁にするときは加熱しますので、うん、アルコール飛びますので、うん、まあ、お子さんも問題なく食べれるんですけども、うん、はい。じゃあそのかす汁、はい、今日は鍋仕立てで作っていくんですね。そうです。まず何から始めましょうか。やっぱお出汁がすごく大事でしてね、うん、まあ、いろんなお出汁、地域によっては鰹節のところがあるんですけど、うん、私はもう関西ですから、いりこ。いりこですよ。これも今出汁にここつけてますけども、はい、もうかすという私はいりこ、まあ、ちょっと火にかけますね。この昆布と煮干し入ってますね、はい、いりこね、うん、カツオの出汁だとちょっとね、カツオが強すぎる気がするんですよね。カスの風味がちょっとあまり生かされないのかなという気もしましてですね、煮立ったらアクを取りながら弱火で10分ほど煮ます。その間に免許取っておめでとうございます。もう本当に、ね、やっぱり運転できるっていうね、あ、そのドキドキを忘れないでください、ね、そうですよ、うん、心のどっかで僕別に車運転する必要ないとか思いながら、やっぱどっかにあったんでしょうね。おうおうおう、引け目じゃないですけど、運転できないっていうことに対する追い目、うん、なるほどね、うん、僕しょっちゅうね、運転する夢を見てたんですよ、うん、運転してて結局無免許で事故ってしまうっていう夢をしょっちゅう見てたんですよ。はあ、それ何の前触れだったんでしょうね。でパッと起きた時に、あ、夢でよかったっていうのをもう本当数えきれないほど見てきたんです。へえ、これからはじゃあ。そうです、もうそんな悪夢を見る必要もないという。もうパトカーが来ても免許持ってますよと。そうです、言えますもんね。10分煮たら出汁をこして土鍋に移し煮立てます。そして次は具材の準備。根菜を使った料理のバリエーションっていうのを増やす意味でも、はい、九州の方はもっとかす食べてほしいな。かす汁、お、簡単にできるレシピだから、ね、切ったそばからもどんどん入れていく。それでいいんですね。やっぱ根菜からなんですね。根菜からいきましょうよ、うん、その酒粕自体が根菜との相性もいいってことですか。もちろんですよ。このなんでしょうね、この独特のこの麹の、うん、あの香りといい、ええ、ずっと人類のこのね、食文化支えてきた発酵食品っていうのがあるので、いかんなくそれを使いたいっていうのはやっぱり思いますよね。フランスとかシェフで使ってる方とかいらっしゃるらしいですよ。はあ、醤油の次はこの酒粕まで。もうね、とにかく和食です今。はあ、本当に。そもそもその粕汁の発祥ってどこなんですか。これやっぱりね、僕が聞いたところによると、やっぱり関西。関西。そうなんですよ。東北とか、あとまあ新潟とか含めたそういう酒どころのこうイメージがあるんで、あちらの方かと思ってた。神戸、京都も酒どころ多いわけです。ああ、酒粕というのがお酒を作る過程で必ず出てくるので、うん、それを生かした料理っていうのは当たり前のようにやっぱりあるんですよね。僕は学生時分神戸に、あのテニスを神戸でやってたので、うん、神戸で試合があるときは友達のお家に泊めてもらったりとかしてたんですけど、うん、テニスの試合があるで友達に泊めてもらったおばあちゃんが作ってくれたかす汁、うん、冬の寒い日の朝とかね、かす汁飲んでいきってこう、あったまってごちそうさまでしたってこう試合に行くというのがもう思い出ですね。
もう普段の料理の中に出てくるレシピなんですか。いやもうそうですね、カス汁、はい、まあ、給食とかでも、ね、出てきましたしね、関西だとカス、カス汁っていうのもですね。はあ、椎茸、これちょっとね一緒にどうぞ。手で裂く、はい、はい、もうキノコは裂くべし、はい、香りがもう全然違いますから。あー、いい香り、確かにね。これはこうお出汁が出ますから、お出汁として、うん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 、これをグッとしてっていう。あー、なるほど、そういうわけで、さすがです。簡単にできる料理ですから、ちょっとこういうアクセントね、はい、こんにゃく、はい、こんにゃくはもう包丁使わずスプーンで、スプーンで、うん、これ断面が増えてね、味が入りやすくなるんで。あー、なるほど。そして、あ、肉はこの段階で野菜とも一緒に煮て、もう旨味をギュッと出していこうかな、先に。うん、で僕最近よく使うのが、うん、これ豚バラ肉なんですけど、しゃぶしゃぶなんです。おー、口当たりが軽やか、やっぱ火を入れるとちょっと硬くなったりもしますから、野菜炒めとか焼きうどんとかするときも最近僕しゃぶしゃぶにくに。美味しいですよね、甘みもあるしね。そう、もう今根菜のうまみ、豚からうまみ、煮干しの香りね、出てます。うん、で、あー、酒粕っていうらしいね、香りですね。そうです、これね本当にいろんな用途に使えるなと思うんですよね。餃子とか包み物の中に入れるとか、生地、へ、やっぱりパンとかマフィンとか、あのも少しぴったりしっとり仕上がるので、美味しさ出ると思いますよ。いえ、だしを小敷に入れた酒粕にこうかけてる感じですよね。よっしゃ、はい、ありがとうございます。どん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 これ混ぜれば混ぜるほど香りが広がっていきますから。これやっぱ直接鍋に入れるのと、このひと手間加えるのとで違うんですか。やっぱりね、混ざりやすいので、うん、一体感が出やすくなりますよね。ちょっと粗く残した部分に、これだと酒粕のね感じられますよね。そう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 、ダイレクトにね、そういうのもありね。うん、あー、いい香り、たまんないですね。この今日ほど香りを伝えられないのが残念と思ったことないですね。あー、さあこれ見てください、はい、このメイン素材の鮭なんですけども、ええ、これ甘塩鮭なんです、はい、なぜ今日はこの甘塩鮭。このね、あの凝縮された旨味がこの酒粕とすごくよく合うんですよね。だからなんか生鮭僕いつも使うんですけど、ちょっと物足りないんですよ。なるほど。あれ、何か物足りないってなった時に、うん、塩鮭使うとものすごくマッチします。じゃあその使い方、その直接入れるんですか。いや、これね、直接入れるとちょっとね、やっぱり臭みもありますし、塩分が強すぎるので、後で味噌も入れますし、ね、さっと湯通しします。なるほど、これ一番のポイント。神戸でいただいたおばあちゃんも、はい、これだけは湯通ししてたんです。これがやっぱうまさの秘訣だなと。豚はあくまでお出汁、はあ、豚を脇に回らせて、主役はあくまでも鮭だと。そうです、うん、揚げ時はその白っぽくなってきたらってことですか。そうです、そうです。よし、わあ、本当にいくぜ。本当にもうベーシックな素材しか入ってございません。本当ですね、特別な素材何一つ。この時期普通に冷蔵庫にあるもので作れるんだなっていう。酒粕だけ用意すればね。今回は味噌です。うん、すいません。はい、これ結構ね、醤油ベースでやられる方とか、うん、塩ベースでやられる方もいらっしゃるんですけど、ええ、味噌が合うと思うんですよね。鮭もやっぱ味噌が合いますし、見るからに体を温めてくれそうな感じですね。いやいやいや、どうですか、きたな、おいしい。この素材と素材をつなぐね、酒粕が。なるほど、つないでくれるわ。あ、ちょっとしばらく音聞いておいてもらいましょうか。斬新ですね。じゃあこの音でまずは皆さんに温まっていただきたいと思います。粕汁の音、いやー、音って心まで温めてくれるんですね。OK、ございます、パパさん。はい、あとは持ってネギとか好みで七味とかね、ええ、切らせていただいて、はい、こちらで粕汁鍋の完成です。では粕汁鍋、はい、いただきますか。
開けます？あ、開けましょう。開けます。まずねか。おーちょ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 、いただきましょう。うわー、美味しそう。いただきます。いただきます。おお、これ美味しいですね。ありがとうございます。あ、いい香りで、とろっと口の中に入ってきて、旨味がバッと広がりますね。わあ、これは旬から温まる。このカス、酒カスにしか出せないこの風味、うん、こういう男になりたいね。おお、というと替えが効かないんじゃないですか。なるほど。酒カスが代用何かって言われても思い当たらないですもんね。うん、あ、おいしい。程よい塩気がいいですね。そうなんですよ、うん、生鮭だとちょっと物足りないっていうの分かります。そうですね、うん、多分これ生鮭入れてたら相当おとなしいんだろうなってね。もう味付け本当お味噌だけですからね。こんだけ根菜、鮭、そして豚肉と非常にマッチするものなんですね、鮭かすって、ね、うん、日本のクリームシチューって感じ。なんかこうほっこりするじゃないですか、この味わい、この香り。お酒がドンと前に出るのかなと思ったら、そういうわけでもないですよね。加熱してアルコールもしっかり飛んでますから。そうですね、全然角が立たないもん、ね、本当にそう、内側からポッポしてきますよね。してきますよこれ。ぜひ皆さんも積極的にこの酒粕取り入れて料理に使ってみてほしいですね。実はこの酒粕は今日使ったものですけれども、うん、福岡県の嘉麻市にある韓北斗酒造さんという酒蔵の酒粕、江戸時代から続くという歴史ある酒蔵なんですよ。で、この酒粕もさることながら、その韓北斗酒造さんがこれまでの伝統的な技を生かしながら新たな挑戦をしたという、その蔵人たちに取材しました。まずはこちらご覧ください。県嘉麻市にある老舗の酒蔵韓北斗酒造。主要銘柄の韓北斗は、福岡県産の酒米山田錦の持ち味を存分に引き出した香りよくすっきりとした日本酒です。そんな酒蔵が節目を迎えた2016年、次の時代を担う新しい銘柄が加わりました。その名も三丸ビジョン。30年後も愛されるお酒を目指した蔵人たちの結晶です。まあ、サンマルビジョンというのは、まあ、いろんなことにチャレンジしていこうと。どうせやるチャレンジならば、じゃあまずはやったことない米でやってみようということで、まあ、おまちということに。おまちは岡山など限られた産地で栽培されている幻の酒米。香りは少ないもののコクがあり旨味が強い。山田錦とは真逆の特徴を持つ品種です。今まで培ってきた伝統を守りつつ、新たな米で先を見据えた酒造りに挑みたい。そんな社長の思いに応えたのが、大坪当時率いる7人の蔵人たち。他の各社いろいろ飲んでみたんですけど、やっぱちょっと味が多いお酒というか、すっきりしたタイプがなかなかなかったんで、まあ、うちのお酒が結構すっきりしたタイプが多いんでですね、うちの作りでお待ちでやってみたらどういう味になるのかなっていうのが興味がありましたし。韓北斗伝統の酒造り、その真髄は米の持ち味を存分に引き出す長期低温発酵。一般的な製法より低い温度を保ち、じっくりと米を発酵させることで香り高くキレのある味わいに仕上げます。果たしてその製法がおまちに通じるのか。当時すらも読めない酒造り、その中核を担ったのが入社5年に満たない若手社員でした。今からうちを担っていく若手には、自分たちなりにクエスチョンを立てて自分たちの考えでやってもらおうかな。韓北斗の未来を担う酒は蔵の未来を担う若者の手で。そんな思いから入社2年目で麹作りを任された樋口さん。麹菌がしっかり繁殖するまで2時間おきに温度調節を繰り返します。緊張します。
その、まあ、一工事っていうくらいで一番大事だとされてるところなので、本当に緊張して作業してますね。当時に酒造りを学びながら、お町に挑んだ蔵人たち。こうして完成したのが、サンマルビジョン。酒造りはもちろん、ネーミングやラベルのデザインも自分たちで考えました。正直もう本当なんか手探りでなんかこう暗闇をなんか迷いながら歩いてるような感じでしたけども、将来的にはそうやって自分たちのこう作りたいなっていうお酒作っていけたらなって。関北斗が初めて手掛けた小町で作ったサンマルビジョン、その出来栄えを当時はどう受け止めたのでしょうか。もうちょっと綺麗よくしたかったんですけど、まあそこそこいい感じには仕上がったかなとは思ってますけど、はい。旨味とコクの大町から見事に香りを引き出したサンマルビジョンは、初年度から全国的な品評会で高い評価を獲得。1年目、2年目ともに完売し、今また3年目の春を迎えようとしています。去年までは精米部屋 65% で全てやってたんですけど、麹をもうちょっと厳しくしようということで、麹だけを 45% 少し磨いてます。すっきりキレのいいお酒というか、そういうお酒になってくれれば一番いいかな。30年後も愛される日本酒を目指して、当時と若者たちの挑戦は続きます。味わってみたいでしょ。見たい。ただやっぱりその限定本数ということもあって、はい、完売ということで、でしょうね、それ昨年のものも手に入らないという状況なんですって。あ、すごい。よかったね、食べ心やってて。何？ちょっとお願いします。なんと、え、もちろんお店に出てる分は完売ですよ。はい。会社に残していたお酒、え、これが実際のサンマルビジョン、番組のために分けていただいたんです。本当ですか？じゃあ試飲していただきましょうか。あ、いいですか。はい、どうぞ。来たね。おお。これすごいわ。旨味とキレを合わせ持った稀なお酒ですね、これ。おお。これも舌にまったりと旨味がね、と残るんですけども、ね、雪解けのようにスッと入ってきますね。ただまだまだ味わいには満足はしていないということですね。どんなキレになるのかね。多分今までに味わったことのないような日本酒が出てくるんじゃないですか、うん、ねえ。いや、我々もキレのある番組を作っていきましょうよ。素敵。ありがとうございます。ありがとうございます。日本酒には各種アミノ酸やペプチドなど身体機能の働きを良くする成分が含まれています。適した温度の酒は香りとコクが楽しめ、適量であればストレスも解消されますよ。また日本酒は百薬の長と言われ、適量を飲めば健康に良い効果が期待されます。さらに肌に優しい作用があり、酒風呂に入ると保湿、保温、美白にも効果があると報告されています。これがやっぱうまさの秘訣だなと。なるほど。これ一番のポイント。寒いこの季節におすすめ、簡単かす汁鍋。だしは煮干しと昆布、10分ほど煮出して土鍋に移します。根菜を加えたら弱めの中火で柔らかくなるまで火を通しましょう。アクはこまめに引いてくださいね。しいたけを手で裂いたり、こんにゃくをスプーンでちぎったり、ちょっとのひと手間が効果的ですよ。酒粕をだしで伸ばして加えたら、メインの甘塩酒。湯通しして臭みと塩気を抜いてから入れるのが美味しさの秘訣。あとは味噌で味付けして、ネギや七味を散らすだけ。酒粕の香りと具材の旨味が一体となって、心も体もポッカポカ。